DJ ストーライト。さあ来ました、さあ行きましょうか。来ました、ついに来ました、恒例の僕のガチャはライブガチャでやるオクトラスタイル。まず鉱石もチェックしていきましょう。鉱石ね、ちょっと溜まった分、前回の配信から溜まってた分のルビーをゲットしていきたいと思います。ルビー36個。さあ行きました。リトレイナちゃんは権力だった気がするんで、あ待って、仲間がちょっと光ってんだけど、今日新しい仲間をお出迎えするよ。名声の影響力プラス10、準備は整ったんじゃないでしょうか。はい、今の僕のルビー6504個、天井はもう確保してあります。さあ行きましょうか。無料銃の導き、何これ、これいつから来てるの。無料10連の導き、あと3回、これって引けるんですか。特別任務、あ今来てるやつか、あアイテムないか、まあ、これは6月22日までだからファイナルファンタジー16の発売日じゃん。うん、来た、これだ、来ました、精鋭の導き、ディトレーナ新登場、アンドカナリーなどが再登場。カナリーさん分かんねえな。まあとりあえず課金もしてるんですけど、課金も補充しました。僕のね、あのオクトラの初課金のガチャになる課金童貞をディトレイナちゃんに捧げる日が来ました。オクトラの初チェリーボーイを奪ってくれるのはディトレイナちゃんに決めました。これはもうね、確定分でステップ5までは行きます。でその前に、まあ、こっちでしょ。まずは無料の方の10連の導きと、天井覚悟で行く感じで行くと、天井覚悟でもう天井の計算だよね、もう天井の計算になってるよね、もうだから20回でしょ、20回引いたらってことでしょ。200連だもんね、200連だから200の導きで200連目だもんね。だから19回は普通の無償のやつ使って、残りのステップ5だもんね。あ違う違う、ステップ5だから50か、残りの50連か、だから150連、15回は無料で回すって感じか。で無料の中で出たとしてもステップ5まではやります。これはね、そのために課金したんで、あの天井分まで入れたんで。で無料分だと数えられなくなるから、これでも表示される、出るよね、今何個ポイント貯まったって。一応これライブガチャ切り抜き動画を早急に作って、ライブ配信後に作って、ガチャ切り抜きも公開するので、そちらの方も改めて見てくれる方はありがとうございます。そして YouTube ライブ残しているので、アーカイブで見ている方もありがとうございます。それでは行きましょう。僕のね、動画のライブ配信、まあ、まだ僕も20日目ぐらいの、まだまだひよっこのオクトラストラベラー初心者ですが、シードストーリーでディトレイナちゃんが出てきて早々に一目惚れした、ストーリー上で一番最初に一目惚れしたディトレイナちゃん、まだ実装されてなくて、えこれが嫌だって実装されてるんですかって聞いたら、まだされてないっつって、したら絶対に天井覚悟でやるって言ってたので、有言実行、ディトレイナちゃんしっかり今日天井覚悟で回していきたいと思います。天井分はルビーあるので確実にはゲットしたいんですが、何突できるのか楽しみにしながらいきたいと思います。でディトレイナちゃん聞こうか迷ってる方、参考になったら嬉しいです。それでは行ってみましょう。僕の DJ ソライズメロージャム TV オクトラストラベラーディトレイナ出るまでガチャスタート。まずは銃の導き行ってみたいと思います。さあまずは1回目来ました。さあ来ましたよ。まずは普通だね、爆発してないね。まずは1回目10連来い、うん、爆発してない、違うあんま演出分かってないからな。いきなり来た、平伏せよ。ちょっと待ってこれ神引きでしょ。救世の魔女である。ええー、
ちょっと待って、1個目で出る。1個目で出る。嘘でしょ。これ怒られるやつじゃない。さて、ちょっとこれさ、いい仕事はあるんだろうね。やっぱこう推しの思いが通じた。これ早すぎでしょ。こう僕の中のオクトラガチャの中でさ、最速だったよね。最速の記録出したよね。ちょっと待って、天井覚悟で嘘でしょ。もう終わり。嘘でしょ。さあ海さん、海さん、監督まで GO。 まあ一応あのさっきね言ったんでね、あの課金分のステップ5はやるっつったんで、そこはやります。ちょっと待って、早すぎじゃない？早すぎじゃない？こんなことある？僕あの FFRK さ、課金結構ガチでやってるんだけど、一発目で出ることなんかないんだけど、こんなことある？困っている人は助けてあげなくちゃ。いやもう困ってない。ちょっとある意味リアクションに困る。その尺的に。弱き者を助けるのは貴族の務めですのよ。ビビったんだけど、いやそれぐらいレビーナちゃんのガチャでは結構僕ダメージ受けましたからね、心の。秘密の多い女の子って素敵でしょ。素敵ですね。あ、魔王さんありがとうございます、来てくれました。ありがとうございます、ありがとうございます。あ、タテヤさんこんばんは、ありがとうございます。体調大丈夫でしょうか、ありがとうございます。あ、かなりもギャルです。うわマジか。ティティとリアナはチェックしてる、欲しいリストに入ってる。いやマジか。明るくしてあげる。これさ、全世界で僕一番最初に引いたんじゃないかってぐらい最速で引いたんじゃないかなっていう感じなんですけど、僕の庭で好き勝手させない。また机にとねましたね。ちょっとね、レビーナちゃんの時はマジで俺振られてたから、もう運営に嫌われてるんじゃないかって思ったもん。もういやマジディトレイナー、マジ開幕はやばいって。開幕はやばすぎでしょ。聖火神の指輪を持つ者よ、お主のことは知っておるぞ。ありがとうございます。世は旧姓の魔女ディトレイナ、音楽の言い方をすれば学者となろうか。いいね。お主の旅を手助けしてやろう。平服して謝意を示せ。はい。いやもうキャラもいいよね。ちょっと待って、10連で終わったんだけど。いやもちろん さ言ったからね、言ったから、課金したから、課金をささげるって言ってるから、ステップアップガチャ、これはもうステップ5まで行きます。これはステップ5まで行きます。さすがにね、あんだけこんだけ言っててね、やりますよ。こっからは課金ガチャで行きます。これはね、やっぱ最初の課金はディトレーナちゃんに捧げるってもう決めてたんで。さあ行きましょう。もう反動がすごい、レビーナちゃんのガチャの反動がすごい。さあ行きましょう。じゃあステップアップガチャ行きましょうか。視聴者様がガチャ開けないようにする机にの罠でここでステップ5で出ないっていうね、っていう感じね。オデットパイセンもギャル、マジか。じゃあ何かしら当たってもとつれたらとつれたでラッキーだし、ティティとかリアナとか出てもいいし、誰でも OK ってことですよね、そのピックアップ。じゃあステップアップここから行きましょうか。さあ行きましょう。優勝、まずは200。さあここも神、いやさすがにね、開幕だったからね、さすがにね、さすがにもらいすぎでしょ、ここら辺出ないでしょ。アズライトさん、私の仕事は高くつく。アズライトさん来ました。シェルビーさん、私でよければ。魔物の気配を探りたいのか。いや、ディトレーナちゃんの気配を探りたい。君も僕のファンかい。いや、ディトレーナちゃんのファンです、ファビオさん。
違います違います。立派な聖火騎士になるために。ルーセット、いいだろう、手伝ってやる。手伝ってくれるんですか。旅の中で腕を磨かねばなるまいな。はい。魔物の気配を探りたいのか。俺には誰かに助けられる価値などない。ちょっとオズバルドっぽいよねこれ。まあ一杯やりたまえ。いいんすか、一杯やっていいんすか。いっぱいやりたいけどね、祝福で。まあ、今日はね、導くっていうのは確定だったから、そこまでやるって決めてたから。ステップ2行きましょう。まあ、これでね、ステップ5までに引けたら、あーステップだけやろうかなって方のね、後押しできたらいいなと思うので、さあ頼むよ。タッチスクリーン来い。リトレイナちゃん、嫁ぎたい。困っている人は助けてあげなくちゃ。新規欲しいね。でもティティリアナ言ってるの偉いから。トガミトを殺すのが俺の仕事だ。ヨルンさん、神様に祈りを届けないとね。聖火神の導きがあらんことを。君の話を聞かせてくれないか。そうね、ペレジーのギャグを言ってる間もなく出たからね。ペレジー見たいよね。いいだろう、手伝ってやる。おお、手伝ってくれますか。同じやったね。俺には誰、いつか必ず夢を叶えるんです。オーラさん、明るくしてあげる。いや、もう絶好調っすよ。メイベルさん秘密の多い女の子って素敵でしょ。素敵です。弱き者を助けるのは貴族の務めですのよ。出ないねやっぱ。そうだよねそうだよね、そうだよね。甘かったよね。ステップ3行きましょう。さあ、ソローネガチャでほんの少しだけ出なく呪いかけときますね。かっこ運営って。これ飴とムチ半端ないね。ちょっとあのうちのあのガチャテーブル来い、来るんだ、何か来て。新規欲しいよね。イリスさん、いい観客になってちょうだい。イリスさん好きだけど僕といえばね、ペレジーとウーゴ。新しい知識は人生を充実させてくれるわ。あれ、これがあのペレジー、これがウーゴが、ウーゴ確定ガチャと聞いてっつってねあれ、ペレジーのさ、あの主張半端なかった。今回ルーセッタさんめっちゃ出るね。手伝ってやる。手伝いすぎだよ。いや、あの頼む、新規手伝って、新規手伝って。立派な聖火騎士になるために。いや、頼ります。でもさ、ステップ5までにちょっとロマン見たいよね。ちょっとカルツ貴族団の名を必ず轟かせる。違うね、ノエルさん。この大陸にはいろんな伝説があるの。今日も一つなんか伝説作ったよね、多分僕の中の中では。弱き者を助けるのは貴族の務めですのよ。来ないね。新しい知識は人生を充実させてくれるわ。来るか、来ない。神様に祈りを届けないとね。頼みますよ。聖火の導きってやつだ。ないね、ちょっと来ないね。課金の方爆死だね。ちょっとこれ、だってもうステップ4だよ。かすりもしないもんね。ペレジーとウーゴ確定ガチャ始まりました。来てほしいよね、ちょっとペレジーとウーゴも。
つも料理してやろう。来ないね。金が必要だな。来い来い。来ない。商談成立だな。救える命を全て救います。商談成立だな。ペレジーも出ないな。秘密の多い女の子って素敵でしょ。秘密の多い女の子出てきてよ、待ってるんだから。まあいっぱいやりたまえ。いっぱいやりたいんですけどね。でもステップ4でしょ今。5でさ、まあ、飲むか。どんなやつも料理してやろう。あ、声援は星4以上なのか、星3は出ない。あ、そうなんですか。初めての課金ガチャだからね。そう考えたら俺には誰かに助けられる価値などない。あ、マジ出ないね。マジ出ない。君も僕のファンかい。マジで出ないね。ステップ4までかすりもしない。マジで出ない。いや、もうこれあれだよね、ステップ5確定ね。これ確定の演出ってラストにあれなんで、ラストって最後なんでしたっけ。途中で出たら2個確定ってことですか。あんまりちょっと分かってないんで。さあ、まああれだよね、リトレーナちゃん、まあ嫁ぎたいよね、せっかくだから。リトレーナちゃん嫁ぎたいね。さあ来たよ、ステップ5。今日のラストガチャ確定ですね。確定演出。バコーン、バーン、来たー。三千里素材求めて三千里。素材確定、確定枠は1000キャラ確定。リトレーナが 50%。まあでもディトレーナーやっぱ嫁ぎたいよね、ここは。この大陸にはいろんな伝説があるの。今日伝説を作りたい。神引き2個とか出てきてほしい。欲張りすぎか。私の理想は人と魔物の平和な共存です。ギャルじゃないぞ。知らん人出たけど。いいだろう、手伝ってやる。手伝ってくれルセタさん。今日だけは神様に祈りを届けないとね。さっきから祈ってるんですけど、お願いします。ガルツ義賊団の名を必ず轟かせる。必ず轟かせる。違う。俺は商人みたいなもんです。みたいなもん。頼む新規とイリスさん。いい観客になってちょうだい。ギャルじゃないの、ワロタ。ちょっと待って、ギャル確定ガツじゃないの。ちょっと待って、拳ではないのです。拳、怖いです、怖いです。魔法です。僕が欲しいのは。来た、これ確定だもんね。研究のしがいがありそう。違う、声が知らない。オデットさん。私に解読できないものはないよ。ギャルだ。オデットさん来た。これでラストか。オデットさん出ました。どうなんですか、オデットさんは。私はヘイズ、薬師です。人と魔物が共存できる世界を実現するため旅をしています。あなたも同じ理想の持ち主ですよね。分かっていますよ、言葉に出さなくても。優しい声だな、ヘイズパイセン。さあ行きましょう、オルステラの皆を説得する旅へと。うん、私はオデット。貧しい子供たちに勉強を教えてるのさ。オデットさん。知識を学び知恵を身につければ生まれに関係なく仕事にありつけるからね。あんたとならより良い未来を作れそうだ。これからよろしく頼むよ。
出たのはオデットさんでした。ということでステップ5までは行きました。まあ、確定枠はオデットパイセン、おばば来たっつってオデットパイセン、パイセンギャルじゃないぞ笑ったっつってね、光と風軽く、あ風はでもレビーナちゃんいるし、光はもろもろ結構光ばっかだもんね。ちょっと古いキャラなんで性能はそこそこにしても、まあ8人パーティー組む学者枠ではスタメンに組み込みそうっすね。あ、視聴率はすごいです、ありがとうございます、ありがとうございます。無事あのリトレイナちゃんはゲットできましたので、あのパーティーを変えていきたいかなと思います。 DJ Soul Right